女海賊はファンタジーの中の存在と思われがちですが、男以上に強い女海賊も実在していました。それがアン・ボニーとメアリー・リードです。1700年、アンはアイルランドに生まれました。父は弁護士、母親はその愛人でした。ごめんね、私とパパの関係がパパの奥さんにバレちゃったの。3人で新大陸に駆け落ちするから、アンも支度しなさい。え？両親の不倫駆け落ちに付き合ってアメリカに渡るという波乱から人生をスタートします。親も親なら子も子。年頃になったアンは元船乗りのチンピラ男と駆け落ちしました。お嬢様生活は飽きた、恋に生きるよ。ですが結婚間もないある日、アンは酒場で運命の出会いを果たします。ああ、駆け落ちなんかするもんじゃないね。冷静になってみるとつまんない男だよ。レディ、俺と飲まないかい？ジョン・カラム、白湯の衣装を愛用していたことからキャラコジャックの異名を取る伊達男の海賊でした。はあ、私は新婚だぞ。そう言うなって、ほらお近づきの印だ。高価なプレゼントをしてくるジョンにアンは惹かれました。前の駆け落ちから数ヶ月も経たないうちにジョンと駆け落ちしてしまいます。ジョンは海賊、駆け落ち先は海の上です。荒くれ男たちの中に女がいると思う。だな、なら男装して男のふりをするか。こうして女海賊アン・ボニーが誕生します。もう一人の主人公メアリも私生児でした。雪吊りの男との間に子供ができちゃった。女の子だなんて面倒ね。メアリの母親はいわゆるバツイチ。そうだわ、前の旦那との間にできた息子、こないだ死んじゃったけど。メアリー、あんた男装しなさい。死んだ息子のふりをしていれば元旦那の実家から養育費をせびり取れるもの。ひどい理由で男の子として育てられます。メアリは男性と偽ったまま軍隊に入隊、商船に乗り西インド諸島に向かっていました。その航路上、動くな、おとなしく積み荷をよこさないと鉛玉をぶち込むよ。降伏するなら傷つけはしないぜ。どうする？わかった、降伏する。降伏したメアリは寝込みをアンに襲われます。何をする？あんたがいい男だから抱いてみたくなったのさ。男色趣味か。だが残念だな、私は女だ。メアリは自ら服をはだけ胸を見せます。面食らったのはアンです。奇遇だね、実は私もこの通りなのさ。あ、嘘だろ。男装した女海賊同士が互いを男と誤解したまま出会うという漫画チックな展開が現実に起こったのです。境遇の似た2人は意気投合。メアリはアンと共に海賊家業に勤しむことにしました。アンは銃の名手、メアリはカトラスの達人として男をしのぐ強さを見せました。おらおら、積み荷をよこしな。抵抗するなら切る。自由奔放なアンに比べメアリはつつましやかな性格だったといいます。知ってるか、メアリは実は女なんだ。知っているとも、俺の女だからな。なんだと、人の女に手を出しやがって、決闘だ。しかし自分をめぐって海賊同士が決闘になりかけた時、片方の男を一頭のもとに切り殺してしまったそうです。すまんな、あっちの方が好きなんだ。アンとメアリはジョンの海賊団で名を馳せますが、ついに賞金稼ぎの海賊ハンターたちに囲まれてしまいます。果敢に戦うアンとメアリですが、周りに味方がいません。こいつは絶対絶命だ。アン、背中は任せた。くそ、うちの旦那は、船長たちはどうした？ジョンたち男海賊は戦争に隠れていました。戦っているのはアンとメアリ2人の女だけ。無理だ、来るわけがない。お前らそれでも男か、戦え。やだやだ、怖い。アンは戦争に銃を撃ち込んで脅しましたが、引きこもったままでした。しぶとく抵抗したアンとメアリですが、数には勝てず捕らえられてしまいます。ジョンは死刑宣告を受けました。執行前、アンは妻として面会が許されました。あんたが死んでしまうのは悲しいよ。でもあの時、もっと男らしく戦っていたら、犬のように吊るされずに済んだんだよ。アンは涙さえ流さず、絞首刑の夫を見送りました。アンとメアリへの判決も死刑宣告でした。しかしここでもしぶとく抵抗します。実は私は女でね、妊娠もしているんだ。妊婦は出産するまで殺さないって掟だろ。なあメアリー。ああ、私も妊婦だ。時間稼ぎをしたアンは資産家の父親を動かして刑務所から出ました。海賊家業も潮時か。まだ若いんだし真面目に生きるかね。しかしアンの隣には一緒に海を生き抜いた友メアリはいませんでした。メアリは獄中で熱病にかかり死亡していたのです。メアリー。アンは海賊から足を洗い、子供や孫に囲まれて82歳まで生きたそうです。おばあちゃんはね、若い頃は女海賊で親友と一緒に7つの海で大暴れしたんだよ。うそら。臆病に見えるアンの夫ジョン・ラカムですが、人を傷つけないのが信条で、実際に殺しや傷害の記録はないそうです。海外では人気で、パイレーツ・オブ・カリビアンの主人公のモデルになったとも言われています。バイ・マンガレリア。皆さん、こんにちは。レリアです。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。